あ、こんにちは、グランピーです。今12月、下旬なんですけど、マウンテンバイクっていうと、冬の乗り物って僕勝手に思ってるんですけど、まず夏だとまず虫がいて暑いとか、虫が来てなんか痒いとか、そういうのがあって、あと蜘蛛の巣がいっぱいあるとか。でも冬になると落ち葉がこう気持ちいい感じになって、冬走るのすごく楽しいです。実際近くのトレイルなんかも冬行った方がすごい楽しいです。で、今日はジロのモンタロっていうこのかっこいいヘルメットがあるんです。が4色入荷してます。で、実際入荷して、どういう感じにしたらこうかっこいいかっていうのを今日撮っていきます。僕は何も着ても似合うんですけど、下森くんアシスタントで下森くんがいます。今僕かぶってるのは、オレンジ色っぽい赤色のようです。で、これは、裏がですね、こうちょっとパープルっぽい色があります。だからレッドとパープルのこの2色になってます。実際山に行くと、こういう明るい色をつけてる方が、歩行者、ハイカーからも発見しやすいので、こういう色を身につけたらかっこいいです。ということで、オレンジの、トレント製ジャケット、パタゴニアコレ着てます。これマウンテンバイクにもすごくいいです。もし暑かったらここ開けて体温調整もできます。で、モンタロは、定価が 24,800円です。で、今僕が被ってるのが、M サイズになります。で、モンタロの場合はジャパンフィットがまだないので、だから M サイズの人は、だからもし今ジャパンフィットで M サイズの人は、モンタロは L サイズになります。横がここ狭いです。で、こういう感じで、ここで調整します。多分すごい似合ってると思います。この前下森くんに外写真撮ってもらったんですけど、この色が一番かっこよかったです。で、次、僕がまた好きな色、青があるんですけど、このブルーとグリーンの2色あります。これ、これに似合う服がどんなもんかっていうのを今からアシスタントの下森くんに持ってきてもらいます。じゃあまずブルーを脱ぎます。はい、はい、すみません。ブルー、これはパタゴニア、これもパタゴニアです。で、今これかぶってるヘルメットが、これは L サイズなんで、僕はちょっと大きいです。こういうブルーとか、ちょっとどういう感じ映ってるか分かんないですけど、ブルー、ブルー、この服めっちゃ着やすい。こういう感じ。昔の スズキの GSX のカラーみたいです。黄色とブルーで、これのヘルメットにもう一個ある服があるんで、それをもう着てみようと思います。じゃあグリーンで、名前が思い出せない、これ名前が思い出せない、グリーンの服を着ます。フーディーニジャケット、これ元々はトレラン用のジャケットなんですけど、マウンテンバイク、ロードバイクにも着やすいです。去年の島並海道はこれ着て走ってます、ロードバイクで。僕的にはこのグリーンとこのブルーの組み合わせがすごい好きです。お、爽やか、なんか森と一体化できそうですって感じか。これがブルー、ブルーのヘルメットかぶるならやっぱこういうブルー系とこのグリーンがあるんで、グリーン系がかっこいいです。で、次に、一番みんなが難しい白があるんで、白もかぶっています。意外とこの白は、グリーンとホワイトなんで、このグリーンにもあります。白だと山の中で道はぐれても発見しやすいです。で、これに合う色があるんで、それを今から持ってきます。やっぱフーディーニは着やすいです。じゃあそれお願いします。これはですね、セブンメッシュのマウンテンバイク用のジャケットになります。ゴアテックスです。
6万円します。おお、袖が長い。そうですね、あ、フィット感がいいです。マイク、こういう感じです。最近とかなんていうかないか。もし自転車の部品とかで合わすのもいいかもしれないです。まあ例えばブルー系のシューズ持ってる人はブルーやったりとか、白はちょっと思いつかないんですけど、まあグリーンのなんかグリップやったらこうグリーンとかも合うと思います。こういう感じ。まあカーキは何でも合うんですけど、やっぱり黒か白がいいと思います。だからこの白かぶる場合はこのカーキ系のジャケットがいいと思います。で次に、黒でグリーンとオレンジのラインがあるモンタロがあります。これはもしこれにする場合、今回この色は多めに入ってます。これにする場合は、グリーンとオレンジがあるんで、まあ、グリーン系の服とかオレンジ系の服がいいと思います。そしたらもう一回トレンドセルのオレンジ色をお願いします。このセブンメッシュ着やすいです。ちょっと派手かもしれない。こういう感じです。今僕がインナーはこれはフーディーニじゃなくてキャプリーンのサーマルウェイトが着てます。こういう感じ、こういう感じしてます。そしたらじゃあグリーンをやっぱグリーンは僕個人的にすごい好きなんで、それも合うと思います。グリーン着ています。あ、軽い。そうですね、これも合うと思います。グリーンは自転車乗りで持ってる人多いと思うので、このヘルメット買っても合わしやすいと思います。でこのヘルメットのこの色は確かシンセの同じ色もこれあります。でシンセ持ってる人はマウンテンバイク持ってる人はこれを買ってください。という感じです。で最後に、まあ、定番の黒があるんで、まあ、黒はあれなんですけど一応着てみます。黒はじゃあすいません、黒は僕の黒があるんで黒着ます。 R2 ジャケットです。こうです。これは僕のヘルメットです。これ一応2年前に買ったんですけど、まだちょっとこのスポンジ部分がボロボロになってきてます。あ、でモンタロのもう一個特徴があるんですけど、後頭部の部分は3段階こう調整できます。だからもう後頭部違和感ある方はこれ調整できます。あとパッドも外して洗濯できます。洗濯する場合ネット入れてください。ということで、まあ、黒は何でも合うんで、数年前のグラインデューロの YouTube 見た時にこのモンタロでドロップハンドル乗ってる人がいてすごいかっこよかったんで、まあ、ドロップハンドルというかグラベル系の自転車にもいいと思います。それ例えばなんか G ジャン切って乗ってみるとか、まあ、レベル高いんですけど、そういう人が一人確かジャイアントのライダーでいました。こういう感じです。ということで、まあ、何色がいいかをですね、在庫が売るほどあります。僕のおすすめはレベルが高いんですけど、まあこのそうですね、まあ、レッド、まあ、あとホワイト、まあ、この2色が僕はいいかなと思います。あとロードバイク乗る人も意外とブルー、まあ、持ってる人が多いと思うんで、まあ、
ブルーのヘルメットをマウンテンバイクで被るとかいいと思います。まあ、ソックスちょっと水色入ってみるとか、まあ、この辺なんかだと、まあ、黒いジャケット着てソックスオレンジ入ってみるとか、そういう、まあ、色で遊ぶのもいいかなと思います。ということで、あのジロのモンタロが、5色だから黒と、黒グリーンオレンジ、ホワイトグリーン、ブルーグリーン、レッド、これが4色、5色入ってます。好きな色を見つけて買ってください。ちょっとみんなかっこよくなってください。じゃあ終わります。